どうですか、慣れないですから。慣れてました、少しは。なかなか難しいですからね。はい、そうか、口周りに薬がいっぱいついちゃうね。あれを打ってみますですか、健康チェック。健康と、はい、この後はない。25までしかない。うん、違う。まあ、あの口頭でうんこどれぐらい出てます？大体60から70ぐらい出てます。あ、はい、まあ、で、日光浴もできる日はしてもらってるわけですね。はい、すいません、高専照射を60の1分。はい、ごめんね、ちょっと聞か。高専照射60の1分で用意してください。噛まないでね。よし、OK。 33g あります。前では何グラムだったっけ。あ、だいぶ増えましたね。この間31、すごいですね。その前が30だもんね。退院した時も30。あ、すごい、この子たちで30が33は大きいですね。はい、生本当によく食べて元気にしてるんですね。うん、そのおにご飯はまあそこだけ損はないけど、でも 30% ぐらいかな。ってことは 30% で33ってことは、夜になったら34になるかもしれないですね。あのね、この子ね、はい、あの目薬じゃない、飲み薬やるじゃないですか、はい、やった後には必ず口拭いてくださいね。はい、あの飲むじゃないですか、はい、で3秒か5秒持ってるでしょ。で話す前に絶対口拭いて取ってください。これ薬がついちゃってるからさ、そこだけね。なかなか大変だよね、この子に飲ませるの。お腹は柔らかい、手縫いにはならない、この子。実際にちょっと噛まなくなったかもしれないけれど、ちょっと、あ、ちょっと、いかん、つなぎ食いちゃった。あった、危ない。落ちちゃったっす。タオルある。ないね、そんな方が。飲むね、お試しでちょっと飛ばしてみようと思ったら、すいません。じゃあ、ね、ドライヤーいらない？うん、ドライヤーハンドのやつ持ってきて。じゃあハンド、うん、ちょっと、はい、ごめんね、これちょっと体重計が邪魔。しこれ温めてます。難しいな、飛んでったのか。まあいいわ、やめよう。ちょっと温めよう。はい、ちょっと今日、うん、当てて、それで2分やろう、はい、いい、この子に当ててね、うん、と近くするからね。ごめんなさい、すいません、うん、やってみようと思ったんだけど難しいね。まあでもね、あの羽がカットしてあるからさ、飛び上がってきはしないじゃないですか、はい、横から下ぐらいしか行けないから、まあ、あの時間があるときはこうペンに乗せてこうハンドリングしたりとか、やれたらやったってください。噛まなくなったってことはちょっと人の手に慣れてきたってことだからさ、はい、ただまあ難しいけどね、どちらにしたって3歳でから手乗りにしようと思ったら、はい、でも手乗りにする方法は大人になってもう1分。
大人になってる子を手乗りにしようと思ったらもうそうやって羽をカットして飛べないようにしといて手に乗せてから、うん、なかなか難しいけど手から食べれるようになったらいけますけどね。ただだよね、田中さんとかまだいっぱいいるんですね、その鳥が。あ、はい、これみん手乗りの子もいるわけ、こんな感じ。あ、はい、まあ手に乗ってこう食べ物を食べてくれる。はい、あ、そうか、これ赤星って10倍以上いるの。あ、はい、世話だけども結構大変ですよね、そんな毛布と。はい、ごめんなさい。じゃあ、はい、じゃあまた薬出しますね。あ、はい、でまた元気よかったら1週間後。あ、はい、でその時にまあ元気そうだったらちょっとまた寄生虫予防する薬をつけさせていただきます。